どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと緊急的に動画を撮っておりまして、こちらですね、2023年2月末までに有効期限を迎えるマイル、eJAL ポイント、JAL クーポンに関する特別対応ということで、こちらね、2月の27日にね、更新されたんですけども、これね、事前登録が2月の28日、この動画を出てるのが多分11時半とかになると思うんですけど、あとね、30分ぐらいしかね、多分ないんですよね。ちょっと何時にこの動画出せるかわかんないんですけども、28日までにこちら事前登録が必須になるっていう風になっておりまして、こちらね、もし対象の方、まあ一度ね、今までエントリーしてれば大丈夫なんですけども、今までね、エントリーされてない方は、28日の23時59分でね、こちら終わってしまうっていう風になりますんで、まずね、こちらエントリーされてない方は、エントリーしてからですね、この動画ね、見ていただければなと思います。概要欄にね、こちらの公式サイト載せておきますので、ぜひね、チェックしてください。ということで、今回のね、本題に入りたいなと思うんですけども、本日はですね、ANA キュンがですね、2月の28日、3月1日ね、今やっているという風になりまして、2月の28日になったね、今日の0時とかはね、もうサーバーダウンしてしまって、全然予約取れなかったっていう人もね、いらっしゃると思うんですけども、夜中になってですね、取れたっていう方もね、結構いらっしゃって、今日のね、まあ朝とかにね、取れましたっていう方もいらっしゃいましたし、全然取れなかったっていう方もね、もう見たらね、値段上がってるみたいなね、そういった方もいらっしゃったと思うんですけども、皆さんはね、取れましたでしょうかね。まあ今回ね、この ANA キュンが2月の28日、3月1日、平日7000円、週末1万円でね、やっているっていう風になっているわけなんですけども、なんとですね、この裏で JAL がですね、先日ね、スマイルキャンペーン開設させていただきましたけども、まだね、キャンペーン開始ではないんですけども、このね、4月の4日から、まあ、この ANA キュンの方はね、4月の4日からなんですけども、ここからですね、4月の11日、JAL がですね、新運賃が12日からね、適用になるわけなんですけども、ちょうどこの4月の4日から11日の間ですね、非常に運賃がね、今下がっておりますので、こちらね、皆さんにね、ちょっとぜひね、チェックしていただきたくてね、動画ね、撮らせていただいている次第なんですよね。ちょっとね、実際にね、見ていただきたいなと思うんですけども、こちらですね、東京から那覇をね、検索していただくと、4月の4日、で検索するとですね、はい、出ました。こんな感じでですね、この最安運賃7610円がですね、こういった感じでね、出てるんですよね。で、これがですね、4月の4日以降の平日がこの7600円で出ておりまして、またね、週末になるとちょっと1万円とかね、ぐらいになるんですけども、それでもね、非常に安い運賃で今出てるんですよね。で、私が確認した感じだとですね、4月の4日から4月の11日、まあ12日からね、新運賃になるんで、12日以降はですね、比較的高くなってるんですけども、4月の4日から11日までの間は、平日、休日ともにですね、この ANA キュンのね、価格にかなりね、合わせる感じで値段ね、下がっているっていう風になりますんで、JAL のね、ステータス仕様等々ですね、今年ね、やられている方はですね、結構いいのではないのかななんていう風に思うんですよね。まあ私がチェックさせていただいたのは、羽田那覇とか羽田札幌とかね、まあここの便はかなりね、値段が下がっているっていう風になります。で、これが動画を撮ってるのはですね、2月の28日の、まあ、10時半ぐらいなんですけども、今ね、検索しただけでも、まだね、かなり空席があるっていう風になりますんで、ぜひね、チェックしていただければな、なんていう風に思うんですよね。で、またね、4月の12日から新運賃になりますということで、今ね、話させていただいているのは、4月の11日までのね、搭乗分っていう風になりますんで、こちらね、積算率ね、75%、先得でね、利用することができますんで、積算率もね、75% っていう風になりますんで、こちらね、ぜひチェックしていただきたいな、なんていう風に思うんですよね。ちょっとね、今回本当にね、この話をね、したいがために動画ね、撮らせていただいたのと、先ほどね、話させていただいたこちらがですね、まさかね、こちら昨日公式サイトが更新されて、あ、そうなんだと思って動画にしようと思ってたら、事前登録がね、2月の28日までということで、かなり驚いたわけなんですけども、ちょっとね、内容が、詳しく触れちゃうとね、時間なくなってしまいますので、ちょっと各自でね、見ていただく感じにはなるわけなんですけども、まだ登録されてない方はですね、ぜひね、登録していただければな、なんていうふうに思います。ということで今回ですね、ANA キュンがね、今絶賛発売中なんですけども、裏でですね、JAL のね、4月の4日から11日までのね、搭乗分がかなりね、安くなっておりますので、解説させていただきました。
ということで、ちょっとね、今回の動画バタバタになってしまったんですけども、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。